暴力団とは、暴力あるいは暴力的脅迫によって、事故の私的な目的を達しようとする、反社会的集団。都道府県公安委員会は、暴力団対策法第3条に定める3つの、要件のすべてに該当する、暴力団を、当該団体関係者からの弔問を経た上で、その暴力団員が、集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為等を行うことを、 助長する恐れが大きい暴力団と指定するものとされており、これを指定暴力団と呼ぶ。創設者の生命、発祥地や拠点とする地名などに、組、会、一家、連合、連合会、工業、創業、企画、商事などを添えた団体名を名乗る場合が多い。江戸時代から、ほとんどの団体は一家を監視、参加に組を監する団体を置いていた。 また、明治から昭和にかけて、複数の一家が集まった、会、連合などが現れた。令和の現在も、会の参加に、一家を置き、さらにその参加に、組や、工業を置く団体が多いが最大勢力の、山口組に関しては、他の暴力団に比べ進行組織であるため例外と、言える。社会に対しては、企業や右翼団体、また近年では、 NPO 法人を装うこともある。構成員は、社会的には、暴力団員と呼ばれるが、その他にも、ヤクザ、国道、人教、都政人、家業人、筋者等と呼ばれ、末端構成員の場合は、チンピラ、三下等と呼ばれる。ヤクザの語源は多説あるが、主に唱えられるのは、以下の通り。また、数字の、893は、 ヤクザの直接的表現を避ける場合に使われる。国道は自らを微笑する呼び名で、語源説は以下の二つ。また定説ではないが、元警察官の北、柴健は、極道が語源という説を提唱している。独自の倫理観として、任教道が存在し、活動における大義名分に使用される。もともと、暴力団という名称は、 警察が名付けた名称であるが、第二次世界大戦後、マスメディアを通す形で一般でもその名称で認知されるようになった。江戸時代の町引けしから始まったという説があり、祭礼の周辺で商業活動を営む者を敵屋、または屋子と呼び、長藩などの博地を制御とする者を幕徒と呼んだ。江戸時代においては、これらの者たちは、 一般社会の外の先民的身分とされていた。明治時代に入ってからは、急速な産業の発展と同時に膨大な労働力が必要となったことで、炭鉱や水運、港湾、大規模工事現場には、農村や漁村から、屈強な男性たちが集まってきた。これらの男性たちの中から、力量ある男性が、兄気分として中心になり、組を作っていった。 労働者同士によるさかいも多く発生したが、警察の手が足りない状況であったため、いわゆる時警団的な役割を持った暴力団組織も結成されるようになっていった。太平洋戦争終結直後は、日本が連合国に敗北し国土も焦土と化したことで物資が不足し闇市が栄えていくことになり、特に露天を本職としている敵や警団体が勢力を増していった。 また、敗戦による社会の荒廃により戦後の日本の治安は極めて悪かった。その中で新たに戦後の混乱の中で形成されたグレン隊などの不良集団から暴力団が誕生することもあった。警察側も急成長する暴力団に対して適発に乗り出し、警視庁管内だけでも1950年4月に約5000人、同年7月には 約200人と大量検挙を行ったが、多くを釈放せざるを得ず焼け石に、水の状態が続いた。その後、日本の急速な経済復興に伴い沖縄菓芸能工業など合法的な経済活動にのみ、従事する、企業者帝も生まれた。現代の暴力団は、敵屋の系譜を継ぐ、団体、バクとの系譜を継ぐ団体の両方が存在するが、明確な区別は、 建前上でしかなく、様々な非合法活動を行っている。この当時の暴力団は、公然と活動していることが多く、警察との裏取引を行ったり、メディアに露出する傾向もあった。また、バブル景気の影響により、暴力団の勢力が増大した時期があり、その時期の暴力団は、全国の地下高等を背景に、地上げ屋を行っている。 その犯罪行為によって億単位の金を手にする暴力団若手幹部が現れたほどであった。1992年に暴力団対策法が施行され、暴力団は公然的に活動がしづらくなり、堂々と組の看板を出して事務所を開くことが難しくなった。日常生活においても暴力団関係者であるだけで金融機関から融資を受けることもできなくなり、 2013年に発覚した水穂銀行暴力団融資事件では自動車を購入した暴力団員家のローンに関わった水穂銀行の会長やトドリラが辞任した。山平茂木によると日本で一番古い系統を持つ組織は指定暴力団松葉会の二次団体であるバクト系の大久保一家だという。日本のヤクザは通常親分に対して弟分と子分が 絶対的に服従する、過不調性を模した序列的、犠牲的血縁関係を構築することを特徴とし、この関係によって強固な結束を確実なものにする。一般に、杯きごとと呼ばれる儀式を経ることによって、強い絆で結ばれる。組員は、組長から見て、弟分と子分の二つに大別される。射程の方が、序列は上だが、 後目継承権は子分が上である。組長と組員のみの組織を一次団体と呼ぶ。組員がさらに自らを組長とする団体を組織した場合、この団体は二次団体と呼ばれる。二次団体の組員もまた、自らを組長とする三次団体を組織する。これを繰り返すことによって、暴力団はピラミッド型の階層構造を形成する。例えば、山口組は、 五次団体までの存在が確認されている。各階層の団体において、当該組長と逆付きを交わした組員を直参という。暴力団組織においては、古文相互の間においても厳重な上下関係があり、文違いといって、暴力団社会における一種の人物的な重みの違い、すなわち、幹目の違いによって上下的な関係が決まり、 兄弟坂と言われる坂ごとによって犠牲の兄弟分となる。組長が引退したり死亡した場合には、組員の中から新たな組長が決められる。個々の組織の状況にもよるが、長男にあたる若頭が選ばれる場合が多い。新たな組長が就任すると、他の組員との間で坂直しと呼ばれる儀式が行われ、 新たな序列に基づく犠牲的血縁関係が再構築される。仙台組長が後目を指名しなかった場合には、組員同士の話し合いや入れ札で決められる。後目選定をめぐる内部対立から組織分裂に至った例としては、山口組からの一和会の分裂が挙げられる。暴力団はヤクザも者のギルド、または相互扶助団体のようなものであり、 組に入りたての時期に、組長の家などに住み込んで雑務を行う。部屋住みの時に、組長や兄貴はからもらえる小遣いを除けば、企業のような組織のように組員に対しての給与のようなものは存在せず、各組員は自分で自身の生活資金を含めた金を稼がなければならない。親分、子分関係は、都定制度という側面もあり、建前上は、 食うや食わずの若者に世にしのぎ方を教えるということになっており、部屋住みの時期に親分や兄貴分について資金獲得の手段を学ぶ。組織は組員から子が親を養うの建前のもと、大門の使用を認めることの対価として一定額の会費を集め運営経費に充てる。組員の上納金に関しては二0十五年の山口組分裂騒動が起こった時点では、 直参組長たちに月100万円以上もの上納金が課せられていることが話題となり、同時期の文献には幹部で月40万から50万円、二次団体の若頭クラスで月25万円、平組員だと1万円弱を組に収めるとある。また、義理掛けなどの経庁費もこれとは別に徴収する。また各組織ごとに企業者定や顧問先などを持ち、 そこで得られた利益は上納金として上部組織に収められるようになっている。近年では高額な開放や上部組織の関連企業が扱う各種備品の購入を強用されることもあり、度重なる上納金の強用が組織内の対立と分裂の要因ともなっている。 しのぎと呼ばれる資金獲得活動では、みかじめ領徴収などの強括行為及び意に沿わない、物や建造物等に対する放火や銃撃、売春の圧戦覚醒剤や麻薬などの薬物取引、強盗、窃盗、盗賭博外庁、誘拐による身の白金、闇金融、総会屋などの非合法な経済活動何らかの理由で公にできない、 交渉時の請け負いや介入などを行うことが多い。また、日本刀や銃器などを用いた団体間の抗争を行うことがあり、それによる殺人事件も発生している。警察庁では、特に覚醒剤取締法違反、恐喝、賭博及び、飲み行為の4種類の犯罪によるしのぎを、暴力団の伝統的資金獲得活動と位置づけているが、 防体法や暴力団排除条例などの施行後は減少傾向にある。一方で特殊詐欺や取引単価の高い海産物を狙った密漁などが増加傾向にある。さらに、しのぎが行えなくなったことによる組員の困窮化が指摘されている。複数の暴力団関係者による ATM 不正引き出し事件を一例にしのぎが行えなくなった組員が 別の組織の組員や犯罪グループと手を組むことで、より巧妙で悪質な犯罪に手を染めるようになった。また、生活に困窮した組員による、生活保護費をめぐる、詐欺、拳銃を担保に借金、結婚式場で、売上金の窃盗、電気料金を抑えるためにメーターを違法改造するなど、困窮を理由に見境なく、犯罪を犯す事例が出ている。 大組織の親分になると、自らの手で違法な金儲けをする必要はなく、上納金を組織の運営費や、活動資金に充てるほか、豪邸を構え、愛人を囲い、高級会社を乗り回すなど、豪奢な生活を送る資金として使用しているのが、実態であるが、税務上、暴力団は、PTA や町内会などと同様の、任意団体として扱われることから、 上納金が組織の運営経費とされている限り、課税対象とならず、暴力団に対する課税は、非常に困難とされる。そもそも違法収益がほとんどを占め税務当局による、収入や資産の補足自体が困難であることに加えて、暴力団に対する脱税調査の場合、組織的な抵抗や報復により調査担当官の、生命に危害が及びうるためである。 2015年6月には、福岡県を本拠地とする指定暴力団、工藤会総裁を、福岡県警が所得税法違反容疑で逮捕している。これまでは組織の資金源を特定できたとしても、それが組織の運営経費に使われている限り課税は困難とされてきたが、県警は、配下の組織から集めた資金を、工藤会総裁が指摘流用していることから、 個人の収益とみなし立件した。指定暴力団最高幹部を、捜査当局が、所得税の脱税容疑で立件したことは、暴力団の捜査史上画期的とされる。組織犯罪そのものは、遠言的には悪性を指揮可練中級を求める、異性者からの時刑や、相互扶助的な目的で結成された場合が多く、このように弱気を助け、強気をくじき人形を重んずる。 人況道を標榜する暴力団もあるが、その人況がお題目に過ぎない組もあり、前者の場合は組織内は相互扶助的な色彩が強いが、後者の暴力団社会は弱肉強食である。暴力団組織による犯罪では、実行犯も現場に証拠を残さない工作をしているため、現場に指紋や DNA などの痕跡が残っていない、あるいは隠滅されるなどにより、客観的証拠の収集がままならない事案が多く、実行犯の検挙すら困難な状況にある。仮に実行犯が検挙されたとしても、上位組員の関与を供述せずに服役すれば、組織内での地位や見返りが約束され、逆に供述すれば報復されるため、共犯者等に関する供述を得ることが難しい。 また、捜査段階で供述を得ることができたとしても、組織による報復を恐れ、後半で供述、証言を拒否する場合もあり、組織犯罪の摘発、処罰は、非常に困難である。組織内での制裁は、指詰めから、除籍波破門、絶縁、所払いに至るまで多岐にわたる。現行法では、暴力団や組員に対しては住居の自由などの、 基本的人権の侵害すら懸念されるほどの規制が行われているが、イタリアのマフィア対策統合法のような暴力団の存在自体の非合法化話されていない。暴力団の不法行為に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律が1992年3月に施行された。 その後、暴力団や関連団体に携わる者のうち、構成員については、右肩下がりで減少していたものの、逆に、巡航成員の数が増えて保管する形となり、1991年から2004年までは9万から8万人の横ばいで推移していた。しかし、2004年以降は共に数を減らしており、2010年から2016年は、 毎年5000人から8000人程度2017年以降は減少幅が少なくなったものの減少し2019年末時点で約28200人であるこのように暴力団の活動に打撃を与え目に見える範囲では効果を上げている一方資金活動が行えなくなった暴力団の犯罪の地下組織化も懸念されているまた減少の一部に ハングレグループに行った者も,もおり、特殊詐欺や、金の密輸などの組織犯罪分野で対等している。また、暴力団側も近年は、新人や株メンバーを組員として登録せず、参加のハングレ集団の一員として活動させているとも言われる。組員が暴力団を辞めても、防対法の規制が数年間続き、その間は、 元組員は就業できないという状態となるケースも多く、辞めたくても辞めることができない組員も存在する。辞める意向を示す組員に対し支援する動きや、支援制度を設けようとする動きも見られるが、一般人には困窮する、元組員に対し、自業自得と見る向きも多い上、支援制度が暴力団に利用される恐れも多く、進展していない。また、 警察などの支援で離脱した元組員は2006年から2015年の間で約6120人。一方で支援を受けて就労に至ったのは147人と約2%にとどまっている。生活保護を受けたいなどと働く意欲のない者も,も多く、昔の仲間との関係が切れなかったり、無職のまま金に困って出戻りする例も少なくない。 そして、暴力団離脱者の構成を促す目的で、暴力団追放運動推進都民センターが、離脱者の就労証明書を発行して、金融機関に口座開設を働きかける取り組みを行っているが、偽装離脱している恐れがあること、口座が犯罪や不正使用目的に使われる恐れがあることから、金融機関側は消極的である。 2020年4月2日の警察庁の発表によれば2019年末時点の全国の暴力団勢力は28,200人で15年連続で減少した。暴力団に所属する構成員は約14,400人。所属しないが暴力団の活動に関わる巡航成員などは13,800人。 暴力団勢力のピークは1963年の18万4100人だった。近年の暴力団構成員及び、巡行成員等の年齢構成は、40歳未満の層の減少が顕著であり、暴力団の高齢化が進んでいる。2014年末時点で、40歳未満は約、約26.3%、40歳、以上60歳未満は、 約51.7%、60歳以上は約22.0%であった。これは30年前の1984年末で20歳未満の暴力団員が1.8%、20歳代で22.6%、30歳代で39.3%であったのと比べると20歳未満は約90分の1以下、20歳代は 約4分の1以下、30歳代は約3分の2である。逆に、40歳以上は、40歳代で25.8%、50歳以上で10.5%で、あり、40歳代は約1.3倍、50歳以上は約3.9倍である。また、1966年末は、20歳未満は6.3%。 20歳代は49.8%、30歳代は29.5%、40歳代は9.0%、50歳代以上は5.4%と、40歳未満の層が約85.6%を占めていた。さらに、1989年版犯罪白書でも、若者の暴力団離れと暴力団構成員の、 中高齢化が進んでいることを指摘しており、暴力団の高齢化自体は、前々から進んできていることが伺われる。ただし、前述したように、暴力団構成員及び巡行成員の減少の一部に、ハングレグループに流れた者がいること、及び暴力団側も近年は、新人や下株メンバーを組員として登録せず、参加のハングレ集団の一員として活動させて、 いるとも言われており、若者の暴力団離れが進んでも、他の犯罪組織グループに属していることに留意する必要がある。警察庁によれば、暴力団組員の年代構成は、2006年末で、10代以下が0.1%、20代が12.6%、30代が30.6%、40代が22.1%、 50代が20.5%、60代が11.8%、70代以上が2.3%で、あり、2019年末で、10代以下が0%、20代が4.3%、30代が14.0%、40代が30.4%、50代が28.2%、60代が12.3%、70代以上が10.7%で、 ある。暴力団のメンバーを指すごとして、暴力団員、構成員、並びに、組員などがあり、いずれも、同じ意味である。これらを含む、暴力団関係者の他の例として、組に所属してはいないが組との関係を有し、組員と似たようなこと、あるいは組のスポンサーのようなことを行う者、巡行成員が挙げられる。警察庁の定義によれば、巡行聖員とはすなわち、 構成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として、暴力的不法行為等を行うものまたは、暴力団に、資金や武器を供給するなどして、その組織の維持、運営に協力し、もしくは関与するものとなる。他、巡行成員より、さらに暴力団と距離を置く、暴力団関係者を指す、強制者という警察用語などがある。 2000年代に各都道府県や市町村で暴力団排除条例が施行されると条例の目的に沿って各種事業者は契約を結ぶ相手方との間で暴力団関係者か否かについて口頭または書面で確認しなければならなくなった確認の際に暴力団関係者であること名乗ると約款を根拠に契約拒否されるか脅迫罪で逮捕される可能性が また暴力団関係者でないと偽ると契約が解除されたり詐欺罪で逮捕されることとなる。このため暴力団排除条例が設立されて以降、暴力団関係者は公的サービスが受けられなくなったほか、クレジットカードの入会、銀行口座の開設、不動産の購入、賃貸契約、自動車購入の契約、ホテルへの宿泊、携帯電話の購入、 ゴルフ場でのプレー等ができなくなるなど日常生活に大きな制限がかけられることとなった。溝の口厚しは情けないのはヤクザの側とも言える。法的に突っ込みどころのある防廃条例に反論するような理論武装ができなくなっていると事実上皮肉を込めて発言している。警察は過去とは違い、昨今の暴力団は悪辣な犯罪を組織的に刊行している。 犯罪組織そのものと捉え、壊滅を目標に掲げている。また、任教のととして賛美する者は、論外として、暴力団を取り上げた、娯楽作品制作にたびたび横槍を入れている。代表的な例は、1973年に公開された映画、山口組三代目である。この時は、制作後に、家宅捜索に踏み切り、 プロデューサーを22件もの容疑で逮捕するなどの行動に出た。近年では2009年に福岡県警察名で暴力団関係書類、雑誌販売についての協力依頼という文書が福岡県内のコンビニエンスストアに送付された。これについて日本雑誌協会や出版社が懸念を示したほか宮崎学は表現の自由を規制する恐れがあり、 また、妖精となっていても作り手を萎縮させ、自主規制を強めることになりかねないとして、損害賠償請求を起こしたが、敗訴している。北野武氏は、自らの作品に、暴力団が登場することについて、暴力団を賛美した表現をしたことはなく、拳銃を使った人間は幸せになれないような、シナリオにしていると述べている。都道府県公安委員会は、 暴力団対策法第3条に定める3要件のすべてに該当する暴力団を当該団体関係者からの弔問を経た上でその暴力団員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れが大きい暴力団と指定するものとされておりこれにより対象団体は指定暴力団となる指定を受けると 官報に公示され3年間の効力が発生する。指定暴力団の構成員は他の暴力団よりも強い規制を受けることになる。防隊法第9条では指定暴力団員が指定暴力団の威力を示して行う27の暴力的応急行為に対し中止命令や再発防止命令を出すことができる。 住民の暮らしを害する恐れがある場合には、組事務所の使用制限命令を出せる。また、指定暴力団員以外の者が、指定暴力団の威力を示して行う、同27の行為についても、純暴力的要求行為として、同様の規制を受ける。しかし、同じ行為を、非指定暴力団の構成員が、非指定暴力団の威力を示して行う場合については、 防対法の規制の対象とはされていない。なお、構想に市民が巻き込まれた場合には、指定暴力団トップの使用者責任を問い、被害者への賠償責任を負わせることもできる。2019年末時点で以下の24団体が指定されている。都道府県別に見ると、全国最多は、福岡県で、駆動会、同人会、太子集会、福迫会、 並川会の5団体である。2位は、東京都で、住吉会、稲川会、極東会、松葉会の4団体。3位は、兵庫県で山口組、神戸山口組、任教山口組の3団体。4位は、大阪府で酒梅組、東組の2団体。4位は、広島県で共生会、共同会の2団体。警察庁は二千十二年以降、 暴力団の意に沿わない事業者等に対する襲撃事件を事業者襲撃等事件と呼び2007年以降の発生件数を公表している。平成25年版警察白書によれば2008年から2012年までの間に発生した事業者襲撃等事件の全国ワースト1位は福岡県で57件2位は佐賀県で7件3位は東京都で5件 3位は、岡山県で5件。福岡県で発生した57件中、30件は、工藤会によるものであり、残り27件は、福岡県の同人会と、不都市集会によるものと見られるが、2014年9月以降、福岡県警察が、野村悟総裁ら工藤会幹部を一斉検挙したことにより、工藤会による襲撃事件は皆無に抑えられ、 全国の事業者襲撃等事件も激減し2020年は、わずか一件にとどまっている。2019年末時点で、全暴力団構成員数に占める指定暴力団、構成員数の比率は95.8%。2012年、指定暴力団の中でも、特に凶悪とみなされる組織として、銃撃や火炎瓶を投げ込むなどの危険行為を繰り返す、恐れのある組織を、 特定危険指定暴力団、構想で住民の生命や体に危険が及ぶ恐れがある組織を特定構想指定暴力団に指定できる防対法改正案が7月に成立し10月より施行された。指定により全国の警察が集中的に両暴力団を取り締まれるだけでなく警戒区域内の組事務所には出入りができなくなり構成員が おおむね5人以上集まるだけで逮捕できるようになる。なお、特定危険指定暴力団が暴力的不法行為を行った場合であれば、中止命令を減ることなく逮捕できる。とりわけ危険度の高い九州地方の暴力団の封じ込めを狙いに定めた改正防大法で、2012年12月27日には、いずれも福岡県を本拠とする三団体、工藤会が、 特定危険指定暴力団に、同人会と九州誠同会が特定構想指定暴力団に指定された。なお、同人会と並川厚司会に対する特定構想指定暴力団の指定は2014年6月27日に解除された。2020年1月、六代目山口組と神戸、山口組について特定構想指定暴力団に指定された。 警察庁は、反、グレと呼ばれる元暴走族グループ等に関し、これらを想定した、純暴力団という規定を新たに設けた上で、2013年より、実態解明の取り組みを指導させている。既存の暴力団のように組長をトップとする、上下関係がはっきりしてはいないが、所属メンバーや OBE が繁華街などで、集団で、常習的に暴力的不法行為を行う。 暴力団に準じる集団が、その定義で、先立つ2012年に、東京で発生した、六本木クラブ襲撃事件を機としての新設であった。警察庁によれば、この準暴力団で規定される、グループの一部は、暴力団とも密接な関係を有するという。2018年に、大阪府警が摘発した半グレ、アビスグループは経営する。 ガールズバーの売り上げの一部を指定暴力団、任教山口組系の組織に渡していた。2018年末現在、公表されている関東連合 OB、ドラケン内越スペクター OB、大田連合 OB を含めた首都圏8団体と2017年に大阪府警が指定した2団体の計10団体が準暴力団とみなされている。ありがとうございます。